お世話になります。ひとりでございます。8月18日水曜日、ポケモンプレゼンツが放送されましたね。その中で30分間、ポケモンだけの情報が公開され、興奮がやばかったかと思いますが、今回はその中からおそらく多くの方が眠れなくなるくらい興奮したであろう、ポケモンレジェンズアルセウスで登場する新ポケモンについてまとめてご紹介したいと思います。実際私は放送後眠らず、この動画を作成しているので、リアルに眠れなくなっています。まあ、そんなゴミクズ人間のザレ事なんかどうでもいいですね。まずは完全に新規のポケモンから見ていきましょう。怪しし。こいつは見るからに美しくかっこいいポケモンですね。そもそもゲームの雰囲気にゴリゴリにマッチしていて最高。オドシシの進化とのことですが、オドシシを初めてポケモンに登場したのは金銀時代ですからね。一応ポケモンレジェンズアルセウスの舞台は神王地方の昔の呼ばれ方の翡翠地方が舞台ですから、上都地方のポケモンが進化系で登場し、それが第一に公開されるというのは面白いですね。しかもこいつはポケモンライド的な感じで乗り回すことができるみたいです。なんかすごい和風で神々しいポケモンなのに、普通の馬みたいな感じで乗り回してるのはなかなかシュールな気もします。実際怪しシの説明時には昔から人々に大切に扱われてきたとか言ってて、これで大切に扱ってるのかと疑問に思っちゃったりもします。ちなみにこの怪しシ、体の毛が防寒着に使われるらしいです。はじめ村の人々から大切に扱われてきたと言いながら、防寒着にするなんて全然大切されてねえじゃんって思いましたが、よくよく聞いたら抜け落ちた体毛を使うらしいですよ。いや、作る効率めちゃめちゃ悪いだろ、それ。絶対ミンクの毛皮とかより高価だろ、それ。まあ、それとも、脱皮みたいに定期的にごっそり抜け落ちたりするんですかね。まあ、そのあたりも気になりますね。偉大と。もうなんか名前がごつくて引き締まってる感じでいいですよね。見た目的には私はメガギャラドスの別の姿的な感じかと思いましたが、どうやらバスラオの進化系ということです。いや、脅しに続きバスラオが進化ってなかなか渋いですよね。でもはっきり言って脅ししやバスラオってそこまでストーリーや対戦上でそんなフォーカスされてないポケモンで、後から進化させて興奮させてやろう要因な気もしますけどね。そしてこいつも怪しと同様に乗り回すことができるっぽいです。こいつもなんか和風な神々しさが漂っていて、怪しとかと翡翠地方らしさと雰囲気がマッチしていて素晴らしいですね。なお偉大刀は川を登る途中で倒れていった仲間の無念の魂が取り付き進化し、取り付いた魂が力をくれるため、どれだけ泳いでも疲れることはないらしいです。もうさ、取り付いた魂に休み与えてやってくれよ。倒れていった仲間かわいそうだよ、酷使したら。つうか、ここで言う倒れていったっていうのは瀕死状態のことなんですかね、それともガチでいった魂ってことですかね。まあ、そのあたり議論したいもんですね。ここまでが新規のポケモンで、ダイパリメイクが完全にそのままリメイク、つまりリマスターっぽい感じで新規ポケモンが期待できないだけに、この発表はマジで嬉しいですよね。絶滅したのかはわかりませんが、昔はいたポケモン的な感じのポケモンが登場するなんて、まあ、新感覚でポケモン世界がさらに広がった感じがして、私は興奮しまくり眠れなくなっちゃいましたよ。次はリージョンフォームのポケモンをご紹介します。ポケモンレジェンズアルセウスの舞台は先ほども言った通り神王地方ですが、神王地方は昔は翡翠地方と呼ばれていたようで、翡翠の姿としてリージョンフォームが登場するとのことです。私は初めてリージョンフォームの奴らを映像で見た時、昔の姿とか古代の姿とかかなと思ったんですが、普通に今まで通り別地方的な扱いで出るみたいです。500年前の姿のマギアナいるから、そういう感じにすりゃいいじゃんと思ったんですけどね。そしたら未来の姿とかさらに幅が広がって、 SF 未来のポケモンとかも見てみたい気もしちゃいましたね。まあいいや、とりあえず見ていきましょう。超絶イケメンポケモンが来るのはありがたいですね。でも正直初めて見た時、私のウォーグルに対しての知識が浅いためか、普通のウォーグルとそんな見た目変わんなくねって思っちゃいましたけどね。とはいえやはりちゃんとよく見ると、先ほどの新ポケモンと同様に和風で神々しさがある感じが共通してて、マジで私からしたらめちゃめちゃ当たりの姿って呼びたいですね。で、どうやらこいつもポケモンライド的な感じらしく、空を飛ぶ要因らしいです。こうやってちゃんとポケモンが目に見えて、それで空を飛ぶ様子が実際見れるなんて、やっぱいいですよね。やっぱマジでポケモンレジェンズアルセウスは確実に素晴らしい作品になりそうな気がします。ちなみに説明時には、おたけびにサイコパワーを乗せて、衝撃波を生み出す的な感じで言われていたので、エスパータイプだと予想されます。いや、あいつ、リージョンフォームでもゴリゴリにインファイトしてきそうな見た目ですけどね。まあ、見た目
めパワー系エスパータイプがいてもまあ面白いからいいでしょう。でウォーグルといえばついに挙げられがちなポケモンがバルジーナだと思いますが、こいつはどうなるんでしょうかね。空を飛ぶ要因は決まってそうでしょうし、バルジーナは翡翠の姿出ないですかね。なんかこいつだけ置いてけぼりな感じでちょっと同情しちゃいますよね。もしかして昔のウォーグルはエスパータイプでバルジーナは悪タイプで相性が良くないから時代を経てウォーグルだけエスパータイプがなくなって進化していった的な設定なんでしょうかね。そうだったら熱いですが、まあ、ただの私の妄想です。ガーディー、またもイケメンポケモンガーディーが翡翠の姿で登場します。いやマジで今回は新ポケモンもリージョンフォームもかっこいいポケモンばっかですね。やっぱりこいつも狛犬的和風な神々しさがあって全ポケモン統一感がえぐくて私は猛烈に感動して眠れません。しかもこいつは進化した状態が公開されていませんから、これからまためちゃくちゃ楽しみですね。なおこいつは翡翠地方の寒冷の地域に耐えるためにこの毛が多い姿らしく、アヤシシも同様の感じで毛が多いので、他にもリージョンフォームで出てくるポケモンは毛が多い系のポケモンが出てきそうですね。私はバルキーの毛が多いバージョンが見たいです。ちなみにこのガーディの頭の角は岩でできてるらしいですね。ただかけやすいらしく、ここぞという場面で使うとのことです。岩でできてるのにかけやすいってどんだけ脆い岩なんだよって思っちゃいますし、そもそもどう見ても岩には見えねえよ思っちゃいますよね。まあでも岩タイプのガーディーってマジでかっけえっすよね。結局かっこいいんでまあいいでしょう。ということでこれで全ての新ポケモンについて紹介しました。でこれは種類として新ポケモンというわけではないですが、ポケモン GO でいうシャドウポケモン的なものも登場するようですね。映像を見ると何らかのパワーが地表に落ちて、そのパワーの影響で目が赤くなって動くポケモンみたいです。多分こいつらを指して博士もポケモンは怖い生き物ですと言っています。多分レッドアイズの姿とかそんな感じじゃないでしょうか。多分レッドアイズの姿とかそんな感じじゃないでしょうかね。まあ適当ですけど。で他のシーンでは主人公とのボス戦みたいな感じになってて、サンムーンでいう主ポケモンみたいな感じですかね。にしてもポケモンのボス戦で相手が主人公自体を襲ってくるのはなんかあんまり見るようなシーンではないのでウケますね。でもちゃんとその後は捕まえて仲間になっているっぽいので、まあこいつらを優しいやつに戻そう的なことがストーリーの中心になるのかもですね。まあ、とにかくこんな目が赤い姿のやつらも出てくるので、そういう意味での新ポケモンも期待したいところです。ということで今回は新ポケモンについて紹介させていただきました。常に新しい要素を生み出していくというゲームフリークの姿勢、乗車必須の断りを覆すかもしれませんね。